古町あるある考えてみた。パッキンもダメだね。関田です。どうも、関田正人です。お願いします。はい、今回はですね、古町、実はやってなかったなと。あるある考えてなかったなということで、今回ちょっと考えてみました。まあ、世代によっていろんな古町見てきてると思いますけど、僕のあるある、通じますか？それとも、いや、もっといろいろあるだろうと思いますか？ぜひご覧になってコメントでお待ちしております。それでは、お願いします。さあ、まず一つ目の古町あるあるは、どこからどこまでが古町なのかよくわかっていない、です。はい、これは僕だけでしょうか？一体どこからどこまでがあれは古町なんですか？皆さん。古町と、なんとなく、ざっくりした感じで地域を僕は認識していまして、どこかもう、学校長とか、あの辺も古町になるんですか？ねえ、もう、エリアでいう古町を全く理解していない。まあね、中心部となる、ね、商店街がある古町、南番町みたいなところはまあ当然なんですけど、それ以外も多分古町と言われる地域だったりするんだろうな、みたいな。これ皆さんあるんじゃないでしょうか。続いての古町あるあるは、鍋茶屋通りとかの細い道走ってるタクシー見ると、わ、すげえなーって思う、です。はい。古町のね、8番町から9番町のあたりってこう飲み屋街ですけども、その細い道あるじゃないですか。ね？そこにもいっぱいお店が並んでるんですけど、まあ、そこも車通るんすよ。タクシーとかが頑張ってるんだな。タクシーさんすごいっすよ、あれ。いや、僕なんかを見ても、うわ、すげえって思うもんな。人とか普通にちょっと酔っ払ってるからさ、もうちょっと酔ってるとはいえ、端にね。でも、ちょっとフラッとしてたりするじゃないですか。怖いよ、あれ。あれもう堂々と。たまにちょっと、大丈夫その感じで行くっていう。あれ気をつけてくださいね。ほんと安全運転でお願いしますよ。皆さんいかがでしょうか。さあ、続いての古町あるあるは、今東堀にいるのか西堀にいるのかよくわからなくなる、です。これはあるあるであってほしいんだよな。僕高校生の頃からまあその買い物とかで行っててずーっと来てますけど、古町今もね、ご飯食べ行ったりとか飲みに行ったりとかもするときありますけど、またにフラッとこう車出したときこっちが東堀西堀って聞かれてもちょっと出てこない。そう、わかる人にはもう当たり前だろ、わかるだろそれ、東、西言うてんだからって思うかもしれないですけど、いまったにわかんない。だから、例えばタクシーに乗って、そのお店まで行くときに、あ、東、西かどこか、どっちの折りかわかんないですけど、みたいな。もう曖昧な説明。だからすぐ Google マップ出して調べて教えてしまいますが、皆さんはいかがでしょうか。さあ、続いての古町あるあるは、結局締めは孫白蕎麦です。急に飲食店の話になりました。まあ、古町美味しいお店あります。もう僕なんかよりもね、多分見てる方の方が知ってる方多いかもしれないですけど、孫白蕎麦って言ってね、結構遅くまでやってる蕎麦うどんのお店あるんですよ。そこ行っちゃう。そこでカレーうどん食っちゃってね。ああ、もう結構飲んで腹いっぱいなのにあそこ行ったら食えちゃうんですよ。ヘギ蕎麦もあるしね。食っちゃうんだよな、孫白蕎麦の位置的なものも含めていい。今とかは新型コロナウイルスの関連でね、やっぱりなかなか行けないですけども、もう、負担だとすごいですもんね。どの時間行ってもめちゃくちゃ混んでますもんね。いや、孫白蕎麦でね、瓶ビールとうどん。最高です。さあ、続いての古町あるあるは、古町芸妓さんに会った時めっちゃテンション上がる。です。まあね、古町芸妓と、まあ歴史は長いわけですよね。はい。で、まあ僕も大人になってからですよ、そういうものがあるっていうね。そう。日本三大花町だったんでしょ？知らなかったですね。でも芸妓さんとかってこう、たまーちょこちょこお仕事でお会いする機会とかもあるんですけど、まあ、僕のことをね、知ってくださったり、この YouTube を見てるって方がいたりとか、すごいね、気さくな方が多いんですけど、やっぱああいう場所で見るとテンション上がりますね。それこそ京都で舞妓さん見るじゃないですけども、まあ文化って大事だな。そういうのあった方がいいんだなってすごく思いました。なんか必要なものなのかななんて。
はい。でも皆さんはいかがですか？ちょっと古町元気さん見たらテンション上がったよ。なんてことありませんか？さあ、続いての古町あるあるは、古町生まれはもうそれは一つのステータスです。はい。古町生まれっていう人に何回か会ったことあるんですけど、すごないですか？古町生まれなんですよね、私とか、僕。いや、まあまあでもね、まああれですけどね、みたいな。いや、そんな顔しないで。すごいよ。古町生まれはステータスよ。絶対さ、なんて言うんですか、こう、周り近所お店やってる人もいっぱいいるわけでしょ？なんかすごいもんね。いや、古町生まれで。僕はあの子供の頃はやっぱあの商店街が遊び場で、みたいな。あの商店街、遊び場なん。うらやまーってなりますもん。いや、白山神社なんかね、お祭りもしょっちゅうね、あの地元なんで行ってたんですけど、地元なんでって。すご。でも結構謙遜する人多くて、いや、古町なんてもうね、みたいな。いやいや、ステータスだから、ここって行こうって思う。これ皆さんありませんか？さあ、今日最後の古町あるあるは、これからの古町がどうなっていくのか気になって仕方がないです。古町って僕らからしてももう遊び場だったわけですよね。あそこで買い物するんだ。古町って買い物するのがやっぱステータス面あったわけじゃないですか。でそれが、まあなってちょっとこうお店とかも減ってって寂しいみたいな気持ちになるのも、やっぱり古町っていう町がすごいいい町だと思ってるからじゃないですか。だから今後どうなっていくのかってめちゃめちゃ気になるし、変わっていく姿を見たいし、ね。で、あの、上古町とかあっちの方は結構もうお店めっちゃ出てて、なんか少し様変わりしてるなっていう、その僕ら世代なのか方々がどん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 お店出してって、あ、それはすごいいいことだなと思ってて、で、またなんかこう、なんかね、そのうまく変わってくんじゃねえかっていう、っていうとこで、ちょっと駐車場だけね、とりあえずあの、なんか、で、駐車場ちょっともう、ちょっと安くなってないかな。わがままか。そう思ってしまうんですけど、そうちょっと駐車場だけね、ちょっとだけね、ちょっとだけですよ、安くなったら嬉しいななんて思うんですけどもそんな風に思うんじゃないよって話ですけどね、どうですか皆さん、街あるあるでございましたけどもね、やっぱ皆さんも思うこといろいろあるんじゃないでしょうか。ぜひコメントにてお待ちしております。さあ、それではまた次回でございます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。